ハローチャック YouTube。 はい、ハロー YouTube、 皆さんどうお過ごしでしょうか。今日は土曜日かな。うん、昨日久しぶりに木屋町で、飲みに行きました。なんかね、最近僕なんていうんですかね、仕事を、組み込んでいってる感じなんですけど、順調にはいってるんですけど、その順調がゆえの、ね、見えないストレスみたいなのが、あるのかないのかよくわかんないですけど、まあ、たくさん飲みましたね。3時ぐらいに帰ってきたんかな。ラーメンをね、2回食べましたね。京都の木屋町にあるかがりさんっていうラーメン食べて、そこから先輩のバー行って、子供の時代って宇宙人の状態だと思うんですよね。最後の方はね、無遊病みたいな感じになって、ゾンビのような感じになって帰っていったんですけど、そこで一蘭ラーメン食べましたね。食券のチケットのね、買い方が分かんないぐらいまでもう泥酔で酔ってて、パパはしてない。ああ、そっか。スタッフの人に、呼んで頼んでもらって、押してもらったんですけど、久しぶりに今バカやったっつうかね、たくさん飲んだなっていう感じなんですけど、僕うすうす感づいてきてるのが、もうそろそろ多分ね、お酒どんどん、弱くなってきてるっていうのもありますけど、飲まなくなっていくんだろうなっていうのをね、若干予感しています。そして予言しています。なんかね、何事も一周回ると飽きてきたりするじゃないですか。飽きるっていうかね、向き合い方変えるみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ頭痛いです。服とかもね、本当に若い時こだわってたんですよね。外面をね、どんだけよく見せようかっていうような感じ、よく見せようかっていうかね、本当になんか知らんけど、囚われたかのようにね、取り憑かれたかのように、本当にファッション好きでしたね。お金全部そっちに突っ込んでましたし、今より全然いい服装、いい服着てましたね。シルバーアクセサリーとかね、ピアスとかね、ピアスもね、穴開いてるんですけど、つけなくなったなって感じですね。先日名古屋の方、実家にも帰らせてもらったんですけど、お父さんと話してた時に、僕はこう言ったんですよね。今でやっと、外面より内面の方に集中して自分を磨くようになってきましたと。それ言った時にね、ちょっと喜んでましたけどね。ジャッキーちゃん成長したねみたいな。それが遅いのか早いのか、遅いのとか、びっくりした、遅いのか早いのかね、最終やっぱり人間って内面に向き合っていくんだと思いますね。面白いですね。このジャッキーちゃんの人生、第 2バージョンというかね、セカンドシーズンが入ったというか、面白いです。外面へのこだわりってやっぱりね、上があるっていうか限りがあると思うんですけど、内面への集中ってね、限りない世界だと思うんですよね。どんだけでも無限に広がる世界が、まさに宇宙と言ってもいいかなと思うんですけど、あると思うんで、今後そこでね、集中していって、見えない世界ですけど、内面を集中するとね、やっぱりね、外面に出ると思うんですよね。それ表情とか姿勢とかもそうですけど、何にせよ、2022年も、期待の年として、やっていこうかなと思うんですけど、頭痛いぜ。